おはようございます、コスケです。今日はトヨタのライズ、これのね 4WD を借りてドライブしていこうと思います。走行距離も5000キロに行ってないぐらいのすごく新しい車なんですが、今日はねこれに乗ってどこ行こうかな、美瑛でも行ってみようかなと思ってます。果たしてねこのライズどんな車なのか試乗はしてるんですが、今日1日たっぷり乗っていろいろレポートしてみます。それじゃあまずはエンジンオンですね。お、すごい。ここにねディスプレイがついてるんですが、かなりかっこいいですね。それじゃあね早速出発したいと思います。お、1000cc のねエンジンの車としてはかなり力強いですね。まあターボなので当然といえば当然ですが、なかなかね低速から力強い加速をしてくれます。でエンジン音は思ったよりも静かだと思います。少なくてもこうやって50キロとか60キロぐらいで走って、大きつねだ、走っている限りだとそんなに大きなエンジン音は聞こえてこないです。で乗り心地もかなりしっかりしてますね。ふわふわした感じもなくて、ガシッとしたしっかりした乗り心地で、もちろんねそんなにこうガチャガチャ乗り心地が悪いという感じもないです。足がねギュッと引き締まってるようなそんなイメージですね。ここは70キロまで行けるので、なるほど、まあ、今ねここ制限速度70キロなので少し加速してみたんですが、エンジン回すとやっぱりエンジン音結構入ってきますね。ただ 1000cc ということを考えると加速はね十分だと思います。走っていてすごく感じるのがエンジンがとにかく元気ですね。CVT の味付けなんかもあると思いますが、かなりねエンジンが元気に回ります。でちょっとアクセル踏むとかなり強く加速するので、まあドッカンスタートみたいな印象は多少ありますね。でこれパワーモードにしてないでその状態なので、ハンドルのところにスポーツモードに切り替えるようなボタンがあるんですが、それを押すとエンジンの回転数が上がってぐっとねアクセルのレスポンスが良くなります。ただパワーモードにしなくてもちょっとアクセルを踏むとエンジンの回転数が上がって元気に車を走らせてくれるという印象ですね。個人的にはエコモードみたいのがあっても良かったかなと、もうちょっとこうアクセルの反応が鈍くなるようなモードがあっても、まあ、エコ運転しやすいですし良かったのかなという気はします。で足の硬さも乗り心地が悪いっていう硬さではないです。確かに足は硬いんですが、道路のねここはあまり道路良くない、道が綺麗じゃない場所なんですが、ガタガタした段差も角がね多少削られたような感じで伝わってくるので、そんなに疲れるっていうほどね足が硬いわけではないですね。ちょうどいいぐらいスポーティーな感じの足の硬さ。確か一番安いグレードが168万円ぐらいだったと思うので、その価格の車として考えるとすごくね乗り心地は満足いくレベルだと思います。で静粛性に関しては普通かなといや普通だと思います。すごく静かなわけではないですが、全然うるさくもないですね。エンジン音は回さなければほとんど気にならないです。でアクセルを踏んだ時にブオーンってエンジン音聞こえるんですが、まあ、ただアクセルを踏んだ時はねどの車も大体聞こえるので、そんなに不快な音じゃないですし、全然ね気にならないんじゃないかなと。ロードノイズに関しても平均的なレベルじゃないかなと。167万円の車なので軽自動車とそんなに変わらない価格帯ということを考えると、まあ、むしろね静粛性高い方かもしれないですね。で入ってくるロードノイズも高いね耳障りな音はほとんど入ってこないので、そんなに不快にはならないんじゃないかという気がします。
今ねちょっとうねうねした上り坂を走っておりますが、かなりパワフルですね。エンジンもね結構パワーありますし、 CVT もねそのエンジンのパワフルな感じを生かすようなセッティングになっているのか、上り坂でもね 1000cc ですが全く不満なく走ることができます。 4WD の性能も特にその悪いという感じはないですね。 FF だとアクセル踏んだ時に確実にこうスピンするような場所でもスムーズに進んでくれるので、なかなか気持ちよく雪道でも走ることができます。何よりね最低地上高がちょっと高いですから、そういう面でもねこういう悪路というか雪道なんかには有利かなと。北海道で乗るにはかなり楽しい車じゃないですかね。ただ僕若干気になるのがアクセルの反応が良すぎるっていうことですかね、まあ、さっきも言ったと思うんですが、ちょっと踏んだだけでも結構ねガッとエンジンが回ってしまうので、もうちょっともうアクセルの反応鈍くというかこうリニアな感じになってくれると発進加速もしやすかったなと、まあ、もちろんねこのドカンと進む感じが好きな人もいると思うので、このあたりは好みだと思うんですが、僕はどっちかっていうと若干鈍いかなって感じるぐらいの方が好きなので、ちょっと敏感すぎるなっていう気はします。今ね新千歳空港から一般道で富良野方面に向かうときに、まあ、走ることが多い桂沢湖っていうところのね脇にある峠走ってるんですが、このライズね楽しいですね。楽しい、こういう峠を走るのにすごく楽しめる車だと思います。そしてこの峠ね道が悪いんですよ。ガッタガタの道で犬連れてくるとねあまりこうガタガタして左右にクニャ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 曲がるんで、すぐね酔って吐いちゃうぐらいすごくハードな道なんですが、このライズで走るとめちゃくちゃ楽しいです。片目の足でねふわ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 した印象もなく、ロールも少ないのでコーナーもしっかり曲がれます。そしてねこのハンドルの操作感がすごくいいね。適度な重さで決して重すぎもなく軽すぎもなくね、いやーこれはなかなか楽しいですね。でアクセル、そしてねエンジンもパワフルなので峠の上りでも全くストレスなく加速してくれます。さっきね富良野ですごい天気いいかなと思ったらいきなり荒れてきましたね。天気の変化が激しすぎる。視界がねちょっと悪いですが、いやーこれは厳しいね。これで青い池はちょっとやだな。晴れてくれればいいんですが、あとね青い池まで10キロちょっと、いやー晴れないかな。ライズね雪の峠道ですが、雪の峠道も結構ね安定して走ることできますね。この路面の状況がすごくねドライバーに伝わってくるので、この雪道が滑るかどうかっていうのが結構分かりやすいです。たまにねこう路面の状況が全然分からなくなってしまうような車もあるんですが、ライズはねそんなこともなくて路面のインフォメーションが把握しやすいなという気がします。なので雪道もかなり走りやすいですね。で最低地上高も高いので多少雪が積もってても結構ね結構ぐいぐい進みます。さっきからもさもさ雪が降ってて、このね道路にふわっと数センチ雪が積もってるんですが、気持ちよく走れますね。ライズね雪国向きだね。雪国の人にはなかなか夏も楽しく走れるし冬も楽しく走れるしと、なかなかねいい車ではないでしょうか。あこれかな、これだね。よいしょ。夏はね
昔は本当秘境っていう感じだったんですが、今はね観光地になっていて、夏はねびっくりするほど車が来ます。もうここ、このでかい駐車場がいっぱいになるだけじゃなくて、列が道路までずらっとできるぐらい。なんで夏の土日は本当もう来れないですねもう来れない。というわけで青い池に到着しましたが、おそらくね天候も良くないですし、雪も積もっているので青い池はね見ることができないと思います。青い池がね見えるポイントに到着したんですが、見ての通りね真っ白になっています。本来であればこのね柵の向こう側、この辺りがね全部青い池となっていてすごく綺麗なんですが、冬の期間に来るとこんな感じになってますね。少し奥に進むとこの青い池と同じ水のね川があるので、そこでね青い状態の水を見ることができるかもしれないです。奥の方に進んでこの辺りから見えるのが、青い川っていう名前ではないんですが、青い池と同じ水質の川ですね。天候があまり良くないのではっきりとしたね青にはなっていませんが、うっすらね青いのがなんとなくわかると思います。天気がいいとここも綺麗な青になるので、雪が積もって真っ白になってしまう青い池とは違って、こっちは冬でも楽しめると思います。いやー雪がすごいね、雪がすごい。出口こっちか。なんでこんなに雪が降り出したのか。とりあえず白ひげの滝に行こうと思ったんですが、この雪だとしんどいので、ご飯を食べようかな。この青池の近くに道の駅があるので、そこでね何か食べたいと思います。ここがね道の駅美瑛の白金ビルケですね。すごい雪、これこのねこのハンバーガーが食べたいです。ラムバーガーとかあるね。すごい、ここコインランドリーとかありますよ。車中泊する時の洗濯にいいんじゃないですかね。セットで、はい、でお飲み物ですね。またこの雪かいてますけどさっき言ってたんですか、温かいのホットコーヒーとかとかウーロン茶でお願いします。ウーロン茶、はい、はい、アボカドバーガーのセットでウーロン茶ですね、はい、はい。どれも美味しそうだったんですけどね、この美瑛さんのじゃがいもコロッケとかダブルチーズバーガーとかも良かったんですが、今回はアボカドバーガーにしました。今のねハンバーガーのお店テイクアウト専門店なんですが、一応ね道の駅なのでこうやって座るスペースもあるので、ここで食べることもできるみたいです。ハンバーガーのセットが来ました。めっちゃいい匂いしますね。あーうまそう。じゃあまずね芋からいただきますか。いただきます。うん、美味しい。外がパリッとしてて中がホクホクしてて美味しいです。じゃあねハンバーガーいきますか。すごい厚みがすごい。これ一口じゃ食べれないよね。シングルでこれなので、ダブルだともっと厚くなりますからね。じゃあいただきます。すごいね、肉が香ばしくてジューシーですね。で野菜がたっぷり入ってるんでさっぱりしてて、これ美味しいね。あー雪がすごい。いやハンバーガー美味しかったですね。値段はね結構するんですが、さっきのセットで1700円ぐらい、かなりね高めのハンバーガーではありますが、ボリュームもねたっぷりですごく美味しかったです。この車ね美瑛まで160キロ170キロぐらい乗ってみて、すごくスポーティーな車ですね。かなりパワフルだし、コーナーもね楽しく走れて、峠なんか走るのに向いてると思います。で次はねもう雪がすごいのでどうしようかな。まあせっかくなんでね白ひげの滝行ってみますか。行ってみましょう。じゃあ前編と後編に分けると思うので前編はここまでですね。次回後編はこの続きからとなると思います。
多分ね、帰りは高速乗って帰ると思うので、高速での乗り心地だとか、あとはロングドライブの燃費ですね。今回のドライブの燃費がどれぐらいになるかというのも、次回動画にしたいと思います。それではまた。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。